画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト、本日はハントレスの動画となります。新キラードレッジのね、まあ、露見する闇というパークを使った構成になっております。まあ、やるんだったらハントレスかトリックスター。というわけでね、まあ、今回はハントレスと、いうわけでやっております。あとの3つはね、まあ、遅延系を採用しております。まあ、これでね、索敵しつつ、これで遅延と。で、まあ、アイアンメイデンなしのね、素の状態だとロッカー開けるのが遅くなっちゃうので、まあ、最低限、まあ、ロッカー開けるのを早くしようと思ってこれ使ったんですが、これね、回収速度は速くなるんだけど、回収しないとき、普通にロッカー開けるときには速くならないってことに、これ、今ね、この前撮りを撮り始めて気づいて、そうですね、やっぱアイアンメイデンの方がいいのかもしれないですね、ここの枠は。この枠はね、なんか変えて。で、まあ、もう一つはね、投げた後のクールダウンが、短くなるやつを使いました。まあ、結構ね、ハントレスと相性がいいパークなんじゃないかなと。まあ、ハントレスに使ってくださいって言ってるようなもんですからね、このパーク。というわけで、ゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、それではやっていきましょう。メアリーへの手紙を書かれてしまいました。最悪です。もう早速ね、探していきますが、向こうに一人だね。露見する闇ですね。何をやっとるか。あ、ダメだ。スプーバーか。あ、やった。なんかめっちゃ久しぶりにハントレスでダウン取った気がするわ。割とやってはいるんですけど。よいしょ。さて、今回はアレオンで。20% ね、ロッカー開けるのが早くなってるんで、それをね、うまく活かしていきましょう。よいしょ。で、このメアリーの手紙じゃないわ。ミッドウィッチはね、あれなんですよね。ハントレス難しいんですよね。ちょくちょく背の高いオブジェクトありますし、あとね、板がね、何よりちっこい板が。何よりもちっこい板が多いんでね。よいしょ。こういう板がね、スティープ。ノグケ、ミンちゃんが半分いったと。よいしょ。といて、ロッカーを開ける。で、下と奥に一人ずつ。右下にいたのがミンちゃんだね、多分。いや、これハントレスと相性いいな。降りた。クールタイムがね、ちょっとあるんで、
おお、なるほど、みんちゃん、それいいのか。次で終わりだぞ、君は。あ、あれか。例のあれ例のね。よいしょ。さあ、怪我の光明マンを無事退治しまして、そこにいるね。ここ止めますか。止める必要性はないんだけど。おおっと、当たんね。あひはいってなっちゃうよ、これは。そらそうよ。よいしょ。まあ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 、一回落ち着きましょうや。よいしょ。そっち釣ろうか。落ちて、お、破滅壊れる。まあ、だいぶ持ってくれた方ですね。最近なんかハントレスで何も考えずに遊んでて、だいぶ逃げられてたんですよ。やっぱちゃんとやるとそこそこ戦えますね。まあ、それはどんなキラーでもそうなんですけど。まっすぐ行く。わあ！え？わあ！オッケー。え？わあ！うん、なるほど、デッドハード。おお、抜ける。よいしょ。まあ、基本的にはこれ釣ってからロッカー開けるって感じでいいのかな。まあ今までそのバベチリ、まあ策的としては活用してたんですが。あ、出た、例のバグね。お、メグがいる。ん？なるほど、解放。あー、引っかかった。ダメ。オッケー。何も見えてなかったけど適当に投げたら当たりましたわ。悶絶、あれ中だな。よいしょ。ミッドヒッチのフックはね、もう分かりません。さあ、スティーブ。上、ユンジンも上。どう動く？
向こうから降りてくる方法がないので、まあ降りてくるとしたらそっちかなですね。よいしょ。ちょっとあれだね、なんだっけ、ダメか、キツネのお面だっけ、あのアドオンとは相性いい気がしますね。もう抜けてる。こういうところまでわかるのか、便利。キツネのお面で心音隠して近づく。まあハントレスの場合は鼻歌でバレちゃうんですけどね。君ラストだよね。本当誰だ、メアリーへの手紙指定したのは。よいしょ。いや、露見する闇いいな。今後ハントレスやるとき、索敵パークオンリーでよくハントレスやるんですけど、これ候補に入れてもいいかもね。ちょっと見える範囲が限られてる死を呼ぶ追跡者みたいなもんじゃないですか。で、まあ何回も使えるから初動でまずロッカー開けて、誰か一人ぐらいは映るやろうということで索敵してみたいな。よいしょ。で、まあ、あとは普通に露見する闇とか、あとはね、まあ、バベチリと組み合わせても普通にいいと思いますよ。索敵特化でね。で最後のこういった爪もできると。素晴らしいパークですね。があるかどうかですが、真ん中釣れるか、あれ、あ、もがいてないね。てなわけでね、まあ、誰がねミッドウィッチ指定したのか分かりませんが、ミッドウィッチはね本来ハントレス苦手なマップだと思うんですけど、これはねいい感じでしたね。スティーブか。まあ、アイアンメイデンか、この鹿側の手袋みたいな、ロッカー開けるのが早くなるアドオンは併用した方がいいのかな、というふうには思います。というわけでね、新キラーの、ドレッジのね、パーク露見する闇をね、まあ、ハントレスと組み合わせてみたという、まあ、いろんな人が出してる、あるであろう、組み合わせをね、私もやってみたという感じでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。